はい、2021年6月3日木曜日、ハシブトガラスのクッピーとラビちゃん、ハシボソガラスのラビちゃんと支援の試練です。はい、というわけでよいしょ、今日も晴れてますので、野良バトさんたちがね、いっぱい来てんだよね。ちょっと開けてみようか。もうアジサイが綺麗に咲いてます。あそこのね、アジサイとかのソテツ、隣にあるソテツ。あれは捨てられた子たちなんですね。隣がリゾートマンションなので、多分そのね、お引っ越しはやらなんやらでもらった鉢植えがもう手に負えなくなった人があそこにね、どんどん捨ててたみたいで、なのでね、あの子たちみんな捨てられた子たちなんですね。というわけでナラバトさんたち、グータン、誰が来てますか？おしろちゃん来ました。おしろちゃん、あと新しく増えた若い子、多分おしろちゃんの子供だと思うんだ。おしろちゃんの子供かプープーの子、あ、グーグーがいますよ。あれ、落っことされた。グーグーそこにいる。グーグー。グーグーと今ここにいたのがミルクね、プープーね。みんな落ち着きがないね。はい、並んでください。並んでください。はい、おしろちゃん、ここに白い羽があるのでおしろちゃん。あ、ポッポコさんですね。ポッポコ元気に頑張ってます。これがプープー。プープーね、白い羽1本、左の羽にガチガチになってるね。やっぱ白い羽は傷みやすいのか、あえて目立つからぐしゃぐしゃにしちゃうのか、どういうわけかね、白い羽すぐぐちゃぐちゃになっちゃうんだよね。プープーの子なのかな。で、頭に白い羽が入ってる。多分ね、みんなグーグーが見たいと思うんだけど、あそこにいますね、グーグーね。グーグー来ないかね。来た。グーグー来ましたよ。グーグー。グーグーやっぱりちっちゃいね。みんなより一回りちっちゃいです。グーグー頑張ってます。ムームーだ。あ、ポッポコさんね。ミルくん、ミルくんは、あれがミルくんですね。ミルくん。左足骨折しちゃったね。ミルくん。というわけで、外の野良バトさんたちは今日も元気です。お天気いいからね、みんなご飯頑張って探しておいで。はい、南国気分満載な木が丸刈りにされてます。ちょびっと。これからね、台風が来るので葉っぱがわさわさしたまんまだと結構ね、遠くで見るとそんなに大きく見えないんですけど、あの葉っぱ結構大きいので落っこってきたりすると危ないんでね。朝から作業してますね。まあすぐ伸びますからね。ここでふんふんって言ってるのは入っちゃった。おしろちゃん、今日おしろちゃんがいないね。おしろちゃん、ふーちゃんが来てないんだ。あ、グー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 、お腹がなんかもしょもしょしてるのはなんでかね。最初グーグー保護した時もお腹がねなんかもしょもしょってなってて怪我してるのかと思ったんだけど、実はガリガリだったという。で検査したらお腹のねニョロニョロの卵が踏んで検便でね見つかりましたので、駆除薬を飲ませたところもワイワイ虫が出てきてトータル130本、大変だった。もう弱っちゃってたからね、いっぱい増えちゃったんだろうね。一時期は体温も下がって目もうつろになっちゃって、ああもうこのままいっちゃうなっていう感じだったんだけど、皆さんのね元気玉のおかげでどうも良かったね。何度か吐いたんだけど、ちょうど私が近くにいるタイミングで吐いたので、すぐ処置をすることができたので、みんな帰ってきたね。カラスが何か警戒したからね。はい、というわけで先日みんな帰ってきた。もうあ、ミル君、ミル君張り付いたの。もうカーカー言ってるのはキャラちゃんかメルちゃんだね。はい、というわけで登録者数がね、3000人いきました。ということで、今日ちょっとね、お祝いが届きました。ココちゃんがね、お気に入りの孫の手ブラシ、赤いのをもらったんだけど、なんと、色違い。なんかで、もう、私ね、色違いっていうのが、なんか、うん。ねえ、ラビー。お気に入りってね、どうしてもね、色違いで揃えたくなるので、バッグでも服でも同じデザインを気に入ったら必ず色違いで、なのでちょっとこれはテンションが上がりましたね。また私のじゃないんだけどね、心のなんだけど、わあ色違いだってね、開けた瞬間にね。くーちゃんなんか頭ついてるけど。いっか、後で撮ろうかね。ラビちゃんは眠くなっちゃいました。ではでは良い一日を。